佐原駅は千葉県香取市佐原にある東日本旅客鉄道成田線の駅である。運転系統上は鹿島線の列車も当駅に乗り入れ、実際は2路線3方向の列車が発着している。なお、鹿島線は東隣の香取駅が線路名称上の起点である。1935年頃の佐原駅駅舎に面した単式ホーム一面一線。 島式ホーム1面2線並びに、単式ホームの南西側か取り方を切り替えた切り欠き機、ホーム1線の計2面4線を有する地上駅になっている。それぞれのホームは、古戦橋で連絡している。直営駅であり、管理駅として、成田線の王道駅、下宇佐立花駅間の各駅と鹿島線の12、橋駅を管理している。緑の窓口、指定席券売機、 スイカ対応自動改札機が設置されている。駅南側に2011年2月から共用開始した駅舎があり、駅舎内にヌーデイズや観光交流センターなどがある。2015年に完成した駅前広場を含めて、佐原の街並みをイメージして和風でまとめられている。駅北側に改札はないが、南側の駅前広場と湖泉歩道橋で行き来できる。 2020年度の1日平均乗車人員は2301人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。沢原の町並みあたり駅は沢原市街地の北端に位置する。駅舎前に駅前広場があり、駅前広場付近と北口にバス乗り場がある。なお、当市には市名を冠した香取駅も存在するが、市の代表駅は当駅である。 沢原重要伝統的建造物群保存地区の最寄り駅、井の歌建家旧宅、香取市役所。ありがとうございます。